本日は激闘の SWBC ジャパン東西対決後編。試合は関西が初回、4番の五瀬選手がこのレフト前のタイムリーで先制、さらに5番の久保田選手のこの叩きで2点を先制します。しかし関東も反撃、2番に入っている徳さんがこの打球でツーベースで出塁すると、続く前澤選手がこの打球センター前に抜け1点を返します。さらにノーアウト満塁から千葉選手がこのタイムリーで逆転に成功。1点をめぐる攻防戦はいよいよ終盤戦へと入っていきます。試合は7回の表から、5回途中からリリーフを受けている大原投手が投げます。初球はアウトコースをカーブでワンストライク、2球目はスライダーでツーストライク。逆転した後なので先頭は抑えたいところ、しかしここで痛すぎるデッドボールを与えます。関西としては絶対に送りたい場面、こちらとしては出塁したランナーを進めたくない場面。バントの構え、これがショーフライになります。ピッチャー取ってワンアウト、これは大きかったです。関西としては痛い。そしてワンアウトからアウトコースに丁寧に投げ込んでいく大原投手、バッターにタイミングを取らせません。さあ追い込んでから外角進化を打たせ、ショートの順が捕球、これランナーにタッチ、そしてアウト、一塁転送はセーフ。丁寧なピッチングが続きます。しかしまあ1点差、1番の山崎選手いい集中力です。際どいコースを見切ります。ホームランが出れば逆転の場面、レフトフライに打ち取り、先頭打者を出すものの無失点で切り抜けます。さあ追加点を奪いたい関東ですが、関西はここでピッチャー交代、川本投手から田中投手へスイッチです。この田中投手、キレのあるストレートと緩急を武器に打線を抑えていこうといったピッチャーでございます。さあ先頭は守備猿純、初球これわずかに外れボン、非常に柔らかい投げ方をしておりますけれども、これは高めを振らされてファール。先頭出たいところです。純これは見送る、かなりキレはあります。さあ打って出るか、これはわずかに外れ、スリーボールワンストライク。田中投手も非常にコントロール良き、ここはきっちりをついて取っていきます。さあラストボール、これがややシュートしたか、肘に当たりデッドボールで貴重なランナーを出します。そして続く沼、ここはきっちりと送りバントを決め、得点圏にランナーを進めます。そして9番の島田、ツーナスイングと追い込まれた3球目でした。ドン、これが左中間を破る、二塁ランナーの10は3塁蹴ってホームへ、打ったバッターも一塁蹴って二塁ベースへ、貴重な貴重な追加点は生まれました。島田選手のナイスバッティング。さあそしてランナーが入れ替わり、ツーアウトとなりまして、ランナー二塁で打席には私が入ります。二塁ランナーにはキャプテン、当然ながら2アウトランナー2塁ですので、ランナーを返すことにいい気持ちを向けておりますけれども、インコースアウトコース関係なくしっかり逆方向に強く打とうという意識はありました。ファーストストライクを狙います。これが三遊間を抜け、2塁ランナーの黒木は一気にホームへ、うわー、なんかホームイン、徳さんタイムリーヒットで貴重な追加点を奪います。これインコース厳しめだったんですが、やっぱ強く気持ちを持っていたのでしっかりと打ち返すことができました、たまたまですが。そして3番の前澤選手の時に徳さん仕掛けます、セーフ。キャッチャーちょっと握り替えられなかったかな、盗塁成功です。さあチャンスを作って、しかし田中投手も際どいところをつき、追加点を与えないよという気持ちで投げ込んでいきます。そして今度はインスラー、見逃し三振、
踏ん張ります。この田中投手2点は取られましたが、両サイドを丁寧につくピッチング、非常に際立ちました。さあ、そして8回の表、関西の攻撃。先頭バッターセンター前で出塁するも、きっちりワンアウトを取り、さらにこれがセカンドライナーとなり、一塁は戻れずチェンジとなります。打たせて取る、テンポ良き、非常にいいリズムで投げ込んでいきます。さあ、8回の裏、またまた関西はピッチャー交代、田中投手から山本投手へスイッチ。非常に力のこもったボールを投げ込んでくるピッチャーです。さあ、8回の裏、関東の攻撃は4番の千葉から。初球アウトローにビタッとストライク。2球目、これもストレートで押し込んでいきます。いい勝負。そして3球目、ズバッとアウトコース見逃し三振。そして5番のズエ、これもビタビタです。ゆったりしたフォームからビシッとしたボールが来るので、打者としては非常にタイミングが取りづらいのかなと。これも高めのストレートで押し込み、センターフライでツーアウト。山本投手の力投は続きます。これもストレート、ほぼストレートです。そして2球目、これもストレートを打たせファーストゴロ。そして試合はいよいよ最終回へ入ります。関東へ逃げ切れるか。さあ、リリーフを受けた大原投手、先頭バッター2ボール2ストライクから、このスライダーをセンターの奥深くまで運ばれます。しかしセンターフライでワンアウト。そして2人目、ライトフライでツーアウト。その後ヒットフォアボールで1、2塁のピンチを作りますが、最後のバッターシンカーで空振り三振に仕留め、ゲームセット。初めて行われた SWBC ジャパン東西対決は5対2で関東が制しました。草野球の歴史に新たな1ページが刻まれる熱い戦いとなりましたが、 SWBC ジャパン関西は来年度の選手獲得のため12月22日に関西のトライアウトを行います。我こそはと思う方はぜひホームページをチェックしてみてください。はい、ここで皆さんにイベントのお知らせでございます。またですか。12月22日土曜日、はい、ここでですね、水野の大阪茶屋町店にて、我々特産 TV の打って投げて野球特集しましょうということですね、まあ、昨年もさせていただきまして、はい、今年も お呼びいただきまして、ありがたいことにですが、ありがとうございます、はい、あ、そう、当たるクリスマス抽選会やりますよ。そうなんです。本部へ行きますか。本部へ。昨年は米屋橋の方で、あ、そうでしたね、旧店舗の方でやって、大阪茶屋町新しくなってから初めて、綺麗な店舗ですよ。そう、やらせていただくということでね、はい、あの我々結構ビシッとね、水野大阪茶屋町店のホームページの方から、予約サイトで、予約をしていただくという形になっております。はい、12月22日土曜日、はい、18時から、はい、特産 TV のイベントをやらせていただきますので、はい、ぜひ皆さん来ていただければと思います。はい、すっかり寒くなってきましたが、あっぱれショップにスペシャルニューパーカーを用意しました。これからの野球人はおしゃれだ、街でもグラウンドでもおしゃれなスタイルで周りの目を釘付けに。